センベロ。わずか1000円でベロベロに酔えるようなコスパのいい価格帯の酒場のことを言う。しかしそれはあくまで言葉の綾であり、実際にはお酒一杯に料理が二品ほど出される程度。コスパは良いといえどベロベロに酔えるようなことはないのが現実だ。中には一杯飲んだだけで顔を真っ赤にするような人もいるが、そういう人はそもそもセンベロの世界にさほど興味を抱かない人種が大半だろう。センベロとはいわばノんべいのソウルワードのようなものである。 しかし先にも述べたように酒場に出向いてセンベロを実現させるのはほぼ不可能だろう。だが宅飲みであればそれを実現させることができるのだ。そうして今回私が買ってきたのは豆腐にこんにゃくにニンニクにネギ。 キュウリにサバの水煮缶に 500ml 缶の酒が3本、締めて916円のこちらのラインナップである。これでも1000円出して帰ってきた釣り船でまだ何か一品は買えるほどの余裕がある。惣菜で済ませてしまうという手もあるが、それでは高くついてしまい、酒を買う余裕がなくなってしまう。多少面倒ではあるが、一から材料を揃えて手作りすれば、当然だがかなり安く抑えることができる。 これだけあればつまみも何品か作ることができる上に酒も容量にして1.5リットルと申し分ないアルコール度数も7%のものが2本に9%が1本と一般の方であればベロベロになるのには十分な量と言えるだろう何より自ら調理したつまみを当てに飲む酒はひとしおうまいものであるとは言いつつそこまで時間をかけて手間のかかる調理をするのはやはり億劫だという方には今回紹介するレシピをぜひ試してみてほしい 今回作るのはこんにゃくのピリ辛炒めにサバ缶のアヒージョ豆腐のネギだしステーキにモロッキュー、以上の四品だ。 調理を並行して行えばこの4品を作るのに10分程度あれば問題ないだろう何と言っても低糖質なところが体を気にしているものにとって嬉しいところである惣菜と違って添加物を多く含んでいないのも手作りならではの魅力の一つといえようこんにゃくは薄くスライスした後中心に切れ込みを入れねじったらごま油をひいたフライパンで酒醤油、砂糖七味で炒めて完成 サバ缶のアヒージョはみじん切りにしたニンニクと塩コショウ、唐辛子、パセリをサバ缶に入れ、そのまま煮込んで完成。豆腐は水気を切った後にフライパンで焼き目がつくまで焼く。塩コショウを軽く振って、そこに大量のネギと鰹節、白だしを加えれば、豆腐のネギだしステーキの完成だ。もろきゅうは説明するまでもないだろう。多少ズボラなレシピではあるが、つまみにするには十分と言えよう。ではいただくとしよう。まずはこんにゃくのピリ辛炒めから。 この料理は昔母がよく作ってくれていたレシピのうちの一つである。母のものは出汁が入っていたような気がするが、どこか懐かしい味わいである。醤油、ネギ、七味ときて、不思議と牛すじ煮込みを食べているかのような感覚を味わうこともできる。ではここで一本目を開けるとしよう。今回は焼酎ハイボールを用意した。動画内ではあまりこいつを飲んでいる様子を映していないが、プライベートで最近一番飲んでいるのは、実はこの宝の焼酎ハイボールである。 爽やかで癖のない飲み心地と何と言っても炭酸のキメが非常に細かく飲んでいて気持ちがいいのが特徴と言えるだろうその上プリン体糖質ゼロだというから体にも嬉しいお次は豆腐ステーキネギと鰹節をたっぷり絡めていただくこれはもう酒飲みにはたまらない一品だネギと鰹節が絡んだ豆腐をだしに浸して食うこれでまずくなり要素があれば教えてほしいものだそしてサバ缶のアヒージョ 文句なしの3万8000点だ。ここまで簡単で美味しくコスパのいいつまみがあるだろうか。フライパンも食器も一切使わないこの大胆さ。これぞ自宅ならではの一品と言えるだろう。 そしてあっさりとしたキュウリが校内に束の間の休息をもたらしてくれる。このローテーションで回るシャトルランがあれば永遠に走り続けていたいものだ。そしてバトンは早くも2本目に回った。と言いつつ実際は30分ほどかけて飲んでいるので安心してほしい。外に出て飲むことが難しいこのご時世。こうして家で飲むのも悪くないが、やはり一杯の酒を美味しくいただくのに、店の雰囲気も加味していることは間違いないだろう。店の数だけ違った雰囲気もあり、良さもある。 同じ酒でも場所を変えて飲めばまた違った味わいになるのも魅力の一つと言えるだろう。宅飲みは安く自由気ままにできるのもいいが店にはそういった金では買えない付加価値がある。どちらもそれぞれ違った良さを持ちどちらがいいかなんてのは私には到底選ぶことはできない。ただ今は居酒屋だけに限らず全国の飲食店が一日でも早く元気に営業できる日が来ることを願うばかりである。